高岡市生まれの世界的科学者高峰常吉がアメリカニューヨークに所有していた別邸松風殿。その松風殿の一部、松風の間を再現したものが高岡商工ビルの1階に展示されています。松風殿は1904年アメリカセントルイス万国博覧会で日本のメインパビリオンとして建設され、万国博覧会終了後に高峰常吉が譲り受けてニューヨーク郊外に移されました。この建物はですね、高峰さんのご功績をですね、目に見える形で現在残されておるものでございますけれども、アメリカという地でですね、どのように活躍されたかということを多くの方々に知っていただき、そういったですね、先進のですね、お考えを私たちに今100年が経った今日もですね、伝えていただける建物になっていると思います。高峰常吉は胃腸薬に使われるタカジアスターゼや手術に必要なアドレナリンを抽出することに成功。世界的科学者であるとともに、富山県のアルミ産業の発展や日米親善、民間外交に尽くしました。去年10月には高峰常吉没後100年を記念して展示スペースを拡大。壁画や欄間に加え、大型モニターを使って高峰常吉の功績を伝えています。高峰さんのご一生はチャレンジの連続でございました。若い方々におかれましては、こちらを見てですね、実感をしていただき、そして、自分たちがですね、これから、生涯生きていらっしゃるですね、糧としていただければ大変ありがたいと願っております。100年以上前に高岡から世界に羽ばたいた科学者高峰常吉。展示してある松風殿、松風の間はその功績を次世代に伝える大切な建物です。